コハーバーグから見えるアフォルテンチューリッヒのアフォルテンの位置、アフォルテンはチューリッヒの11区にある地区でグラットダニに位置する。アンタールファルターンの改革派協会アフォルテンは840年にアフルトローダーソとして最初に言及され、9世紀にはザンクトガレン修道院に12世紀13世紀にはレーゲンスベルク公爵により、 1468年からは1798年に終わるオバーバグテリージェンスバーグの一部としてチューリヒ市によりそれぞれ支配された。アホルテンは独自の自治体となった後、1934年にチューリヒ市に併合された。今日ではアホルテンは旧自治体オーバー及びアンターアホルテンから構成される。この地区は 22,972人の人口を抱え、面積は6.04平方メートルで、市内からはコファーバーグによって隔てられている。チューリッヒ・アホルテン駅は S 番チューリッヒ・ S6 の停車駅である。ウィキメディアコモンズにはアホルテンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。